地域社会が、まあ、災害を乗り越えて、強く立ち直り、まあ、継続していくというところに着目をした考え方というのがあります。これをディストリクトコンティニティプラン DCP と言ったりします。企業分野では、BCP という言い方があって、まあ、皆さんもよくご存知だと思いますが、企業が生き残るための事前計画及び対策、これが事業継続計画ですね。それの地域社会版がこの DCP ということで、まあ、いろんなところでその取り組みが始まっています。まあ、これまでの防災と何が違うのかということなんですが、企業がその防災の担い手の主体として入ってくるというところが違います。その住民と自治体の行政の人だけで、地域防災をやるのではなくって、そこに企業が持てる専門知識や、物資や人やあと場所や、まあ、いろいろありますね。そうしたものを、供出することで、その地域社会の速やかな復興を手助けする。それを、いろんな観点で事前に取り組みをしていくのがこの DCP ですね。まだ専門家の間でもいろいろ考え方は分かれているところもありますけれども、東京駅周辺防災隣組っていうところの取り組みが、まあ、今は一番、進んでいる取り組みではないかと思います。と、もう一つこの DCP の実践例ということで、新潟県中越地震が起こった後の、まあ、取り組みとしてですね、地元の被災企業がそのボランティアやライフライン関係で働きに来ている人の分の仕出し弁当を作るということで、賃金を得る、賃金か対価を得るという仕組みを作ったんですね。これがすごく話題になりました。なんて言うんでしょう、その被災後の地域によっては、その失業というのも大きな影響を受ける要因になりますよね。それをこうできるだけ食い止めるために、その地元企業に仕事を生み出したわけですね。そして、外部から来ている人たちに正当な対価としてお金をいただいて、それをまた従業員をもらって、そしてその地域経済の、まあ、活性化の、復興の足がかりにするという、まあ、なかなか面白いアイデアだったわけですね。この弁当プロジェクトというのは、まあ、非常に注目を浴びまして、まあ、他の地域でもおそらく、実際に地震などがあった時には、活用されるんじゃないかなというふうに思います。申し上げたかったポイントはこちらになります。地域防災力の向上には PDCA などの仕組みをうまく使うということです。やりっぱなしではなくて、長く長く続けていくために何らかのこう工夫をされていかれるときっといいと思いますということが一つです。それから各主体の役割や、強み弱みをお互いに理解をしておくということ、そして過去の災害に学び、リスクコミュニケーションを活用して正しい知識と理解を持つ、ということです。そして、南海地震、東南海地震はもう必ず来ます。災害を震災にしないために、今すぐ、それぞれの主体ができることを始めましょうということで、本日の、私の講演の結びとさせていただきます。ちょっと時間を超過してしまいまして申し訳ございませんでした。最後までご清聴誠にありがとうございました。